これはねちょっとあの曲がってたの。それでね一応寄せ植え、こういうのって寄せ植えするつもりでね、針金でちょっと矯正してあったんですこれ。だけどやっぱり曲がってるやつをまっすぐにしたの。まっすぐにしたの。むしろ曲がってた方がいいかったんだけどね、でいろいろその時代によってねいろいろね需要が変わってきまして、それはもう我々はね時代の変化に合わせないとね、ダメなのでね、これはね細いから意外と曲げやすいの、でこれは1本でもいいわ。これでこれも例のごとくこういう感じでね、さあどうなるでしょう。これはこうでしょ。やっぱり一応こういうのがさこう かけるんだけどでしょ。でこれから考えるんだよどうしようかなって。それから考えるのかよ。それから考えるんだ。暇だからいいんだ。これどうするかな。でこれはさこれ途中はねもうあれだわ、葉っぱはどうでもいいわ。これだけこれだけをね元気いいか、これだけ葉っぱあれば十分。これは一回ねここに上げるでしょ、そうするとね上がってある日突然暴風でないや崖崩れでカキッとこう折れるんだけど、これ中途半端に丸くしないの、いっそこうやばいっていうとこぐらいまで曲げるの。このぐらいまで曲げる、カキッと折れるぐらいに、ど根性エゾマツみたいにね、あれはパキッと折っちゃったけど、これは折れる寸前まで行くの。こういう感じ。これねどっちから見てもいいでしょ。でこれだったらさただこれだけど、これにちょっとこうアクセントをつけるわけ。こうやってこうやってでこうやって、それでこれをちょっと下げる。でねこれ今こんなポットにポットのこんな鉢に入ってるけど、これあれですよ、ちょっと圏外鉢って言うんだけど、ちょっと細長い鉢に入れてこう見るとね、この辺から今出てくるけども、そんなの期待するよりもねこの形だけでねなんとなくあんまり見たことない形でしょこういうの。でこれもっと細長い鉢がね、あれ引っこ抜いたのどこ行ったのさっきの。これも今植えるんだら植えれるけど、こういうものにね、ちょっと今めんどくさいから喋るよりやっちゃうか。そうさ、喋るより実演した方がいい。喋ってるの分かんないから。分かんないよね、実際見せた方がいいよ。そうこうでしょ。要するにこういう鉢にこう入れるわけさ。だからねもうこれはちょっと下にこの実際のちょっと大きいのこう入れて、こうやって入れとくわけさ。ほんでこれでしょ、大きいの入れれば鉢どこの網もいらない、いらないと。ほんでこういくわけさ、こうこうやってやるでしょ、それでこれでなんとなくさ、なんとなく物語ってる語ってるような感じしない？しない。これかなり喋ってんだけど。これはね俺は辛いぞお前らにかかったらって言ってかなり喋ってんだよこの子。とんでもないとこに来たって。ほっといてくれれば、ほっといてくれれば素直に伸びてたのに、こんなとこに来たから三つ折りにされちゃったって。やっぱり曲げられて曲げられて生きていけんのかな、生きていけんのかな。いやこれがですね、エゾマツってさ北海道でしょ、こんな逆境に耐える松で有名なんだからエゾマツって。あ、北方領土にもいっぱいあるんだよエゾマツ。そこら辺のね、ヤワの人間なんかね、かなわんよ、この子。何千年も生きるんだから。屋久島の杉か、北海道のエゾマツかっていうぐらいだよ。どこかそうだよ。と、俺は思う。
薬師丸杉も何千年も生きてるけど、うん、エゾマツだって何千年も生きたやつあると思うよ俺。カラフトに行けば、カラフトに行ったら、うん、ねえこれ行ったことないから分かんないけどね、行ったことないから分からんけど、別に薬師丸の杉がさ長生きでエゾマツが寿命短いってことで同じ植物だ。まあ屋久島はなたっぷり水分あるしあったかいしな、苔生えてるね、苔は生えてるし北海道はそうはいかないけど、一応ねこういうのでね、一応昇進盆栽としてねこういうあらかわいいって買ってくれるね、女性がいるの。男は買わないけどね、女性がいるんです。ちゃんと分かってんの、あの人の顔を浮かべてるの。あ、そう、あの人か。あの人の顔を浮かべて作ってるの。うん、ね、音食ってるよ。ための一品です。多分もうすぐ売れるでしょう。あなた以外にかい。これはね、何でもね期待を持ってやらなきゃダメだよ。最初から諦めてたら期待を持って。あなたのために作ったけどあなた以外の人に売れました。それはな、商売でも誰でも売るよ。商売でも早物勝ちだよお客様。